おや、なんだか見たことのある景色だぞ。いやちょっと、あれがまぐれでないことの証明よね。目標の存在を確認して、そっとおかし。すると嵐に、ワイチルの出来上がりです。相変わらずこすいな。まあ、意識外から飛んでくる爆発物はそれくらい厄介だってことです。さてさて今回はビーバスパークからお送りします。銀旗と銅旗を反復横飛びする増量、コバルトです。ツッコミは添えるだけ、ゆっくりマリサだぜ。早速、このステージの説明をしていただきましょう。ビーバスパーク、1からの続投ステージだが、リスポ地点周辺に回収があったステージだな。で、その回収の原因たる本ステージの2つな。それがリスキルパーク。これはリスポ地点眼前の起伏の激しさゆえに一度攻め込まれると打開がまず困難で、結果、ハコフグ同様最初に流れを掴んだチームが延々相手を圧倒するステージとかした。つまりは、前列戦で一発で決着ぞってことですな。わお、おまけがついてきた。しかも目の前にも虹が見えたってことは敵の前線は1匹しかいないのか。まあこのように、このステージはとにかく速攻をかけて主導権を握らないことには始まりません。このチャンネル、うつ主がエイコゾウのクソエイマーなので打開とかできないのでなおさらです。悔い改めてエイム鍛えてどうぞ。おナイスプレイですね、カローが倒るなーバカモン。煽りはマナー違反だから無用なトラブルを避けたかったらやめようね。いや何が許せんってカローがデコで煽ってるのが許せんふったけんな。お前ほんまカローが嫌いやな。いや、ことはそういう問題じゃなくてですね。前回向きになったら勝てるもんも勝てないって話したでしょ。タイカローラは特にそうなんですよ。ああ、タイカローラは徹底したクリアリングが重要になる。なのにああやって煽られてもし頭に来てしまったら、あの卑劣な人振りのレンジまで簡単に不用意に踏み込む単細胞の出来上がりです。カローラの煽りは使い手の気分がいいだけじゃなくて、それが相手のデバフにもなる。これが本当に許しがたい。マナー違反ながら汚い手としては無用と。こりゃ参ったな。まあ、私はそこまでして勝ちたいわけじゃないのでそういう真似はしませんけど。で、戦局は結局リスキルパークの二つな通りか。だって、今回の味方編成全員アンブッシャーですからね。この凹凸の激しい地形なら潜伏がはかどりますね。相手の打開はかなり困難です。お前の潜伏はバレてたみたいだけどな。うん、今のはゴムの時点で取ったと思ったんですが。残念ながらギリギリ爆風止まりだったようで。でも、その爆風があったから確定数が減ってなんとか相打ちにできたわけだがな。で、戦局は凹凸地形は取られたものの、ハーフラインよりはちゃんと押してます。でここから画面の変化に乏しいので適当にコメ編しますね。誰か構成作家呼んでこい。ウポツです動画面白かったですなどなど。底辺ゆっくり実況者はこうしたコメでもちでよく繋いでおります。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ゴールド金旗まで使い込んだ自分には嬉しい動画です。投稿頑張ってください。やべえゴールド本職だ。逃げろ。ゴールドマーカーから逃げるな。ゴールド無印はあんまり使わんな。頼み種のゴールドは使うけど、無印ゴールドくんもやるときはやるんですよ。まあただある程度効率を追求するとプレイの幅が少ないんですが、対面が微妙だしスペがあれだからな。ペナアップハンコはエイムいらないので楽しいですよ。正直前線武器にペナアップなんかつけたら、自分にかかるペナアップが糧になって赤字になると思ったんですが、私のセブンは前線武器かと言われれば微妙な立ち回りしてるから、ワンチャンありかもしれないと思ってしまった。まあでも、リッターあたりがつけてるからこそな気はするけどな。ペナアップで相手に押し付ける追加の復活時間は 45F。ただし、ギア使用者は 70F の復活時間増加を背負わされる。相打ちではもちろんディスアドになる。採用は慎重になった方がいいのは確かなんだよな。ただしここだけの話、この試合は1です。しかしてないので、ペナアップ積んでたらうま味だったかもしれません。問題はそれにギアを57が浮きで10持っていかれることですが、サブ性能もスパターンも加速も、正直これ以上切りたくないってのがなぁ。おや、絶対。放置してもそこまで害はないだろうが、他にやることもないしな。敵のピンチ浪費も健在、仕事完了です。大体倍の坂。ま、リスキルパークですから。何がどうあっても先手を取らない年です。というか、ボールドの武器の性質を鑑みても、少なくとも拮抗状態に抑えないときついですね。928ポイント8キル、まあ9大点か。初動の裏取り2枚抜きで仕事はしたでしょう。次です。さて2試合目、今回は久しぶりに無印ゴールドを持ってきました。今はこちら。前回のこれそういうシリーズじゃないから発言はどうした。いやセブンならまだロマン追求する余裕あるんすけど、無印はちょっと、どうあがいてもこの武器でやるべきことは、1秒でも長く敵陣で生存し続けることなんですよ。1秒でも長く生存し、1ポイントでも多く塗り、1人でも多くの敵の注意を引いて機体に努める。火山などという安易な逃げの策があるとこれが巡るんですよ。逃げの策を1つでも減らして、この後方破壊に集中する。そう言いながら、引いてないか。戦略的撤退です。冗談でもいいわけでもなく本当に。それに前回言いましたよね。詰めるんじゃなくて詰めさせたいって。おじき出したってことか。洗濯機の塗りはそこまで良くはないですから、こうしてこちらのインクまで移動すれば簡単に捌けます。そしたら本領に戻ります。敵陣潜伏の時間です。と入っても、できるだけ多くの爪痕をつけてから潜伏するわけか。カローラ。
っかりと自爆スイッチで着地を保存したか。ゲリラは一口潰したところで無限に湧いてくるものだとあの過労がには分からせなければ。やあやあやあ、なんですかその卑怯なタグは鬱陶しいですね。切り裂くですよ。デシルエンシー興奮やめろ。と今さらシャドバのストーリー消化してるんですけど、11、14章完璧すぎてこれ以上プレイしたくない。そもそも偶像とかムクロの王とかのデッキ組む時点でもう玄関境ついていけんやろ。シャドバ老人会はさておいて、左通路からの侵入はきつそうなので右ルート通りましょう。まあ、ピンチの浮きがついてるからもう体勢は消したろうけどな。で、なぜ下がる？見えませんでしたかね。目の前で食い棒炸裂させる敵影が見えたもので、ああ、それ以前にこの不届き者を先に処さないと。味方が普通に仕留めたが、仕方がない、さっさと前へ行きましょうか。カーボンがあの段差の上に見えたんだから、今度こそ左通路が空いてるはず。なんかはいるみたいだが、知らん。突破進行後方襲撃、これに尽きる。ケルビン一失程度、なんとかしてくれるでしょう。ケルビンの代わりに味方のイカランス消えましたが、ご感想は、尊い犠牲でした。ふざけるなふざけるなふざけるな、何を台無しにしてくれやがりますかね。お前本当にデシル興奮気に入ってんな。それにしても14の19章、二人ともいい声で泣くもんだから汚い笑いが止まりませんでしたよ。シャドバプレイヤーに優しくない話はやめろ。いいですよね。すれ違う二人がギクシャクしながらも素直になるの、甘すぎてヘドが出そうですよ。字幕の後ろで本音トロシリーズやめろ。2発当てたけどケルビン相手は沼りそうなので無視。浸透、味方が始末してくれたようだぞ。いいですね。ちゃんと浸透に合わせて前線押し上げる味方は大好きですよ私は。しかもアーマーまでついてもう完全に蹂躙タイムか。おやおやおや、どうもカローラさんペイバックの時間ですよ。いやーその一振り力強い。しかしアーマーには無駄なんですね。そしてスロッシャーさんも、ここはあなたの立ち位置じゃない。まあ高っちゃう。味方にアーマー持ち2枚は心強く思いますですよ。さては頭をデシルに練り直されたか。見えるサイトのレビューしてるデシル感染者には負けますよ。おや、またカローが。しかし立ち位置を誤っている。弾が当たらなきゃしなーしないんですよ。一本にお帰りです。おや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 、おいたはいけませんですよ。ここから出られると思うな。ガン首よこしてくたばれや。ここは私がキルするところじゃないんですか。コンデロザコ。まあそういうこともありますですよね。まあ、ここなら無印ボールドも暴れられるわけです。敵陣を荒らすことが無印ボールドの役割で、抜けることも敵陣で粘ることもここなら簡単だからな。1183ポイント7キル、無印に試射場できでしょう。最後にもう1試合行きましょうか。また6がミスだよ。ボッチドップスから数えても3年近く唯実作ってんのに恥ずかしくないの？敵の編成はマニョコラ必戦黒ザップ52別中、防衛武器が両チームにいないので、殴り合いになりますね。早速必戦だったな。インク編になれやほら。インク編になりましたがご感想は、撃ち殺しますですよお前。ここは前線を全部無視して敵陣に浸透しましょう。そこの左通路を経由して反骨れば敵陣荒らせるかと。前線はトグロが倒れてややふりだけどな。あと先考えて後方強襲ができるもんですかい。一発で後ろから全部ひっくり返す。あたら試合がそれでぶっ壊れるって最大。後ろからひっくり返されたらぶっ壊れるのはお前も同じみたいだな。まあいいです。負けが重なるほど勝ちが際立つわけでしてね。またで知るかよ。いや、これは本当に私元来の思想ですよ。たまたま被っただけです。だってボールドという武器自体そういう武器です。有効射程 1.6 本のごときそこほどわずかなワンチャンスを逃さず掴む。それも射程の暴力で虐げられ続けながらです。なんつうかお前ってマゾヒスト。別にそういう話してるわけじゃないんですけどね。ともかくそろそろ勝ち始めさせていただきましょう。ナンバーアーマーだよ。崩れろですよ。こっちにピンチが落ち着いてるけど。知らねえですよそんなの。後ろから洗いざらい全部刈り取ってひっくり返してそれで終わりです。おやマニョコラさんペイバックですよ。ピンチが落ちこそ消えてないが、枚数有利かつ味方が敵陣に近づいてる以上ひっくり返りそうだな。こや逆転下克上。いい響きですね。好きですよこういう勝利に付加価値をつける言葉は。からの味方のイケメンチャッチ。やっぱりチャッチは発動さえすれば最強なんですよ。なぜこれが負け筋になってしまったのか。何にせよ敵の前線は完全に噛み砕かれたか。さてリスキルパークを現実させるとしましょうか。おやおや、なんで後ろから弾飛んでくるんですかね。あ、後ろ取られた。次に行きたい。次は勝てますかね。で、ははいい加減にしろよあの野郎。手のひらの返し方がうんたらせいの差を焼く。本当にここら辺で勝負決めないとの原因ですよ。今のゴム頃で流れは変わったはず。ここは普通に対面。このバルーンを挟んでの対面なら射程は関係ないし角ゴムもあるしで有利か。うん、尊い犠牲でした。ですがあとは敵陣になだれ込んで荒らすだけ。決着つけに行きましょうか。おや、クイボがまだです。殿下の砲塔を切るタイミングは焦りましたよね。キッテンさん背中を見せただけで随分舐めてくれますね。で、ハンコで一匹叩き潰すだけでここの敵は全員動けなくなります。降りたら自分が次だってさすがにわかるもんな。なくても死にますけどね残念ながら。とりあえず敵陣の塗りはそこまで見えてないので一旦行きます。一旦か。もちろん聞いたように見せて介入します。もう一度左通路から浸透しますよ。あのゴムに反応ないならクリアか。いや、しぶきが見えた。誰だお前。キッテンさんのエントリーです。なんかさっきのゴムでアシストしてるけど今それどころじゃねえ。よそにはいけませんよ。一本にお帰り。敵さん落ち消したか。思ったよりリスキルしませんでしたけど結局やっぱり先に押し込んだ方が勝ちますねこれ。3に続投してくれるか心配ではあるよなこのステージ。まあ勝ちなのでリザルトまで飛ばしますね。こいつ急に雑になったな。だってもう9月7日なんですよ。今もうさっさと仕上げるもん仕上げなきゃなんですよ。じゃあ投稿される頃には多分3発売前日です。ご視聴ありがとうございましただぜ。3になってからは赤いのか青白いのをまず矢面に立たせるかねー。